王陵は中国の伝承五行思想に現れる。黄色の龍、黄金に輝く龍であるという一説もある。老いた王龍は王陵と呼ばれるとある。詩人の中心的存在、または詩人の長とも呼ばれている。詩人が東西南北の守護獣なのに対し、中央を守るとされる。五行説で、木は土行であり、土行に割り当てられた方角は中央である。同様に詩人は、 瞬間秋冬を表すものでもあり、王梁はそれぞれの土曜を表すとされている。十二天象曲がり陣や創生人王流と同一し混同される。中国古書、慶州占いでは王梁は大地の妻とある。中国では随獣の出現を記念して改元を行うことがあるが、王梁が出現したというので王梁と改元されたこともあった。 日本でも王陵はめでたい獣とされ、歌天皇の時に王陵が出現したと言われている。王陵は皇帝の権威を象徴する龍とされたが、後に麒麟と置き換えられたり、同一視されるようになった。随王期では、王陵社神の聖四達行長などと四龍の、長とされる。芸文類寿には、随王図からの引用として、王陵社四達行長と記されている。札不元。 健康、最受限金、当たる竜東居宅展開、死で運にさむよく覚醒奮、当たる竜、壁上松室拓度、天根の訴訟、また在をここ竜、竜的伝説上、竜的電気、古事的竜、随所、形跡史に、随王図という転籍が挙げられている。芸文類樹、牧098、ウィキソース。ありがとうございます。